はい、皆さんこんにちは。今回の動画はこちら、144分の1サイズのガンダムシードのモビル爆風さんを組み立てたいと思います。こちらのキット、HG のキットを爆風さん探したんですけどなくて、でこの子を偶然見つけて、でいつかこのね、足4本足などで我が家の猫さんっぽくしたいなと思って買ったんですけど、オープン。中のパーツ数はすごく少なくて、なんだこの小さいサイズのが3つと、説明書も中のこの箱に書いてある感じなんですけども、どんな感じに完成するのかが楽しみですね。今回はこのモビル爆風さんを組み立てたいと思います。はい、袋からパーツを出しました。本当にパーツ数少ないですね、感じになっております。たっぷりキャップです。はい、まず頭から作る感じですね。次に番号通りか、次にということは、あ、これ同じやね。1番と2番です。ちょっと手が汚れているのは、すいません、ちょっとギャンさんの筆塗りを少し始めて、その後にこの動画を撮っています。はい、すいません。またよかったらこちらの動画も見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあ頭ですね、ができました。こんな感じです。シールはちょっと色を塗る予定なので、ちょっと貼らないでおこうと思います。ちょっと分かりにくくて申し訳ないですが、この骨の感じとかがすごいリアルです。いつもとなんかまた違った感じで、すごいこのなんか動物っぽいところ、前なんかアニマギア作っただいぶ前ですけど時思い出しましたね。接着は使わってないんですけど、この辺とかあれですかね、合わせ目消したりした方がいいのかなとか思ったり思わなかったりで、続きを植えていきます。ここにもうちょっと切ってしまってるんですけど、今日お花間の時にかストーブの話、まだ夏暑いんですけどね、冬の話になって、なんか、まあ、今の子はストーブで夜間お湯沸かしたりしないよねっていう話だったんですけど、トーストパンをストーブの上で焼くとすごく美味しいっていう話を教えていただいて、めちゃめちゃ美味しそうと思って、はい、これで、まあ、今日そのお花間の後にね動画撮ってるんですけど、あ、これはいつの話してるんだな、いつ撮ってるんだろうなとかっていうのも、もうなんか買ってもらえたら嬉しいなと思います。お花間ね、平日の月曜日から金曜日の朝7時から8時30分まで配信してるんですけど、まあ、見てほしいなというアピールをしました。ぜひ
朝の出勤前なのでちょっと忙しい時間かもしれないんですけど、まあ、ラジオ感覚でも聞いていただけたりしたら嬉しいです。おやすみ。ということで足も完成しました。あとランナーもこれだけとなりました。もう少しですね、完成、思ってるよりもちっちゃく出来上がるのかな、どうなのかなっていう感じなんですけども、このなんか猫っぽい感じ、ワクーさんでも猫ではないか、この感じが本当可愛いなと思います。続きを作っていきたいと思います。
はい、ということで、マクーンさん、完成しました。どうだろう。お、あ、いい感じ。すごい。カメラが。ちゃんと、こうやって、この子に合わせてくれている。はい、こんな感じでーす。すごい。パーツ数、少なくてでも、こんだけしっかり、細かいデザインの部分までできてるって。新しい、最近作ったキットが、ね、前のものだからだったかもしれないんですけど、すごいよくできてるなと思います。そしてこのバクーさんですが、塗装を筆塗りではない方法で、今の私の考えている予定では持っているので、また皆さんぜひ、その時にまた動画にね、したいと思っているので、見ていただけると嬉しいです。かわいい。かわいい。サイズ感もなんかすごいちょうどいい感じで、はい。お気に入りです。それでは、今回の、バクーさん制作動画も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画良かったなと思ってくださった方は、グッドボタン、そして、ゆりかチャンネルのチャンネル登録、何卒よろしくお願いします。はい。ということで、最近ドラクエ5、プレステ2のドラクエ5の実況動画も見ているので、今、子供編の後半ぐらいで、まだまだね、5、ドラクエ5、ストーリーが長いので、まだまだあるんですけども、ゆっくりゆっくりですが、進んでます。結構、酔っ払いながらの動画が多いんですけども、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。攻略の方とかもね、初見プレイなので結構ね、もたもたしながらの進行とはなっているんですが、温かい目で見守っていただけたらなと思います。それでは、おつなまこでーす。